サングラスが外れた。うまくなったじゃん。うまくなったじゃん。ありがとうございます。今日は滑りやすいからね。滑りやすいですね。ガンガン来て、はい、ちょっと潰れるけど潰れないよ、ね。はい、おカール君もうまくなった。ありがとうございました。あいつ大回転のスキルがあるんだ。カール君大回転のスキルはないの？あ、はい、ないんだっけ。今度テストさせてあげるよ。はい、スラロームスキーだとやっぱスピードであれ以上出せないからさ。でも今良かったよ。ありがとうございます。しっかり外径取ってる。はい。もうちょっと頭離す。はい。今まっすぐですね。はい、いやちょっと単発が強いな。はい、ちょっと単発の踏みが強いです。単発。うん、もっと長く乗っていきましょう。はい。手前を長く。はい。はい。お願いします。上手くなったし、速くなったぞ。いいじゃん。ライン取りも良かった。うん、いいね。よし、頑張れ。うん、だいぶスピードに乗ってきたじゃん。で、もっとしっかりエッジを立ててきてる。な。その代わりもどんどんまっすぐ突っ込んでっていく。エッジしっかり立てて外スキーしっかり乗ればしっかりスキーは曲がってくるから、ちょっとね、そういう気持ちでどんどん突っ込んで、まあ、気がつけば直せばいいです。ちょっとスキーずれすぎです。今日の雪はずらさないようになる。もっとエッジ立てないといい。大丈夫ですか？足がガタガタしてるね。当たりたくないんだけど。ああ、当たりたくないから。今日ちょっとスピード出るんで、これできた時気をつけてください。はい、転んだ時相当衝撃大きくなりますか、今日は。はい。年寄りやばいかもしれない。だいぶスピードには乗ってるから、その分しっかりトップからターン入ってってね。ちょっと後ろで全部動いちゃってるからテールがちょっと流れやすくなる。つま先から入ってる。石川くんか、やっぱセンスあるよね。スキーが切れてる。今良かったじゃん。何を意識したの？ライン取り？切り替え。後傾。そう。上に向けない。後ろに向けない。前に向けない。お父さん。そう、いい感じなんですけど、膝をあそこまで使ったら膝から今度腰も入ってくると思っていいです。はい、ちょっとスラロームっぽくなってる。ここ良かったじゃないですか。なかなか。あれ誰だろう。あ、